タシックじゃなくて。変更版の間にプラスチックですね、セロハンとかプラスチックとかを挟んで、変更版のこの目の向きですね、変えるとこう綺麗に見えるというものです。市販の変更版は大抵フィルムが貼ってあるので、それをまず剥がしておきます。プラコップですね、これ横からというか下の方から光が入りやすいので、プラカップの上に1枚目の変更板を置いて、その上にプラスチック製のフォークですね、フォークやスプーンを置きます。そしてもう1枚の変更板を重ねます。こう回転をさせると、周りを暗くして、部屋を暗くしてみましたが、どうしても対象物が顔が映っちゃったり、部屋の対象物が映りやすいんですけど、変更板を重ねます。どうするとプラスチックがこうカラフルに見えるというものです。でも部屋を暗くしてるんですけど、対象物がね、今カメラが映っちゃったり人が映っちゃったりするんですけど、ちょっと向きを工夫して他のセロテープとか他のものでも同じような現象を観察することができます。